北側より撮影新井の口駅は、広島県広島市西区井の口一丁目にある、西日本旅客鉄道山陽方位線の駅。駅番号は、JRR05。隣接して、広島電鉄宮島線の商工センター入り口駅があり、両駅の駅舎が直結している。建設費3億7000万円全額を地元が負担して建設された、西岸駅である。 相対式2面2線で、ホーム有効長170メートルのホームを持つ、地上駅で、橋上駅舎を有する。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。カーブの途中に駅が設置されているため、列車は傾いたまま停車する。ホーム上には、車掌用の乗降監視モニターが設置されているほか、下りホームには回転灯や音声で列車と、 ホームとの隙間に対する注意を促している。エレベーターは一番乗り場のみ設置されている。直営駅。改札係員配置時間は6時30分22時。愛子化利用可能駅であり、愛子家の相互利用対象である IC カード乗車券も利用可能。JR の特定特使内制度における広島市内の駅である。駅スタンプは広島市の製造、物流拠点のある駅。 西広島駅との間に JR 古港駅を新設する構想がある。ABC 駅名は新井の口。交通新聞 P1ABC 新駅新井の口が開業。交通新聞 P1AB 現在の通勤ライナーに相当する列車。2003年3月14日まで採用してライナー。2003年3月15日から通勤ライナー。 2009年度のみ、シティライナーに統合。JR、広島県に3つの新駅構想、中国新聞、オリジナルの2006年1月10日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20060110043417/http://www.chugoku-np.co.jp/news/tn200601040053.html <ッ><ッ>ありがとうございます。